どうしたの、こんなね、もう次々と子供が生まれてお祝いムードの中、めっちゃ喧嘩するやん、みんな。どうした？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、ちょっと聞いてもらえますか？あ、さっちゃんとユミさんのところの子供や。男実の子、は女の私子？たちに赤ちゃんが生まれました。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも、どっちも嬉しい。女の子でした。おお、顔はイメージ通りでしたか？さっちゃんに？基本的にさっちゃんにかな。どんな子に育ってほ口しいはでユすミさか？んやね。うーん、自然に任せましょ二人で名前も考えたのですが、う。私のさっちゃんと夫のヨミオから取って4人にしようと思います。ヨミン、いいね。4人を大切に育てます。温かく見守ってやってください。ヨミさんとさっちゃんの間にヨミンが生まれました。いいね。これからどんな風に成長していくんやろ。お、ちょっと来てもらえますか？はいはい。お、2人目の子供や。実は私たち今に回は赤どちゃんんなが名生まれ前ましに。た。はいはい。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいよ。女の子でした。二顔は人イメー続ジけて通り女での子したやか？ね。イメージ通どんり。な子に育ちょってとほし眉いで毛がす薄いか？ような気がするけど。自然に任せ二よ。人で名前も考名え前たのは？ですが、私のノリと夫の尻に敷かれっていうのから取って尻にしようと思います。もう尻になってしまった。 尻になってしまった。尻も大切に育てます。温なるほど。かく見守ってやっ尻ちてゃんくだやっさい。て。 尻に敷かれりちゃんから尻ちゃんになった。もうなんかあからさまになってしまったね。お、そして次は？ちょっと聞いてもらえますか？はいはい。実はうちたちに赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんらしいやね。いいね。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？ どっちでも嬉しいです。男の子でした。顔はイメー一ジ応通りで女のし子たか？女の子男の子ってきたね。イメージ通どり。んな子に育ってほしいですか？はい、自然に任二人でせ名ま前しもょ考えたのですが、う。はい、名前は？うちのみのりと夫のあきゅんから取ってみゅんにしようと思います。みゆんくん？いいと思うよ。みゅんを大切に育てます。なんかあれじゃない？温かく見守ってやってくよださみんい。ちゃんやっけ？なんかちょっと名前似てない？ お、そして。ちょっとすみません。お、子守？どうしておお、も大変子だ供ね。が泣き止んでくれないてのかで思うんやけどすが、さ、いつも助なんけかてくれませんか？生まれましたって見せられた時髪の毛生えてないのにさ、急激に髪もっさって生えてくるよね。ユミンちゃん、子守を引き受けますか？あ引りき受けがましとうごょざいます。う。ほいほい。4人、あゆなのそっくりさんだよ。はい、のそっくりさんだよ。どういう。あ、これ？全然違うな。どれだ？これか？あ、これぐらい？あ、いい感じ、いい感じ。泣き止んだよ。めっちゃ笑顔。超機嫌良くなったよ。もういいんじゃないかな。もういいんじゃないかな。どうすか？どうなんすか？そろそろお、ミルクの時やったね。間ごです機嫌ね。や。4人の機嫌も随分良くなりました。ほいほい。あゆなのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれをあげます。なんすか？実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。万華鏡私にくれるよりさ、ユミンちゃんに使ったら泣き止んだりとかするんじゃないの？しないの？お、忙しいな。ちょっと来てもらえます あ、か？そっかそっか。2人目やっけ、ここも子供。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。男さあ、の子次と女はの子、どっ男ちのだっ子たからな、女嬉の子しいかですな。か？前回女の子やったもんね、さほろちゃん。どっちも女の子嬉しい。でした。お、女の子。顔はイメージ通りでした今回か？男の子一人だけか、生まれたの。どんな子に育ってほしいですか？自然に任せましょ二人で名前も考えたのですが、前回名前可愛かったもんね、さほろちゃん。さなほろちゃん。ほう。なんか、なが入ってきたね、さほろちゃんに。いいね。さなほろちゃん。呼びにくそうやけど。温かく見守ってやって4くだ文さ字っい。てちょっと呼びにくいんかな。
なんか3文字が一番しっくりくるような気がする。お、収まった？収まったね。はい、ってことで、なんか友達マークが多いんやけど、これは2組喧嘩してるんじゃないの、もしや。あ、ほらほらほら、喧嘩だよ喧嘩だよあー、ほらね、2組喧嘩してますね。なるほど、そういうことだ。ちょっと喧嘩を仲裁しに入っていきましょうか。それじゃあクイーン入ります。うん、初雪と喧嘩しました、うん、あれ今見た中に初雪さんおった？え、おったんかな。仲直りして、じゃあこのイライラも沈めてください、なんかすごいあれこの寒い場所でめっちゃ半ズボンっていう親子丼。いや違うぞ、待って、好物とかなかったっけ。あ、ないな、出てないな。ということはこの場所でかき氷、めっちゃ寒いただきますめっちゃ寒い。我慢大会かなんかかな我慢大会、暑いのしか聞いたことないけど、寒い版結構美味しかったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、ちゃんと仲直りできるかな。さっき勝之さんやったんかな。どうすか。なんかあとゼロさんとともちゃんは覚えとったんやけど、そっちもその組み合わせかな、喧嘩。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった、仲直りできて。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。お、なんだ。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。気になることは調べないと気が済まない性格です。まあ確かに、てか知らんこととかなんか話題に出てきたりしたらめっちゃ調べたいかもめっちゃルンルンやん。仲直りできたけん、初雪さんと。はい、それじゃあ、あれ、ガイタン、あれ3人怒っとる。ほら、やっぱり初雪さんじゃなかったんや、私がさっき見たの。え、ってことは3組おるってことやね、喧嘩しとる組み合わせが。じゃあガイタンくん入ります。どうしたのこんなね、もう次々と子供が生まれてお祝いムードの中めっちゃ喧嘩するやん、みんな。どうした。ともちゃんと喧嘩しました。腹が立ちます。まあ、ほら、抑えて抑えて仲直りしよう。このイライラを沈めてください。ほいほい。それじゃあドーナツ、はい、どうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。まあまあ美味しかった。まあまあじゃなまあまあじゃな。ちょ、待って、ともちゃんの方行ってみるわ。ともちゃん入るよ。ともちゃんあんま怒ってなさそうな感じやけどね。まあ、もうてか怒り方も可愛いはい、それじゃあチョコレート。さあ、これで気持ちを落ち着けるんだ。どうすか。あんまり美味しくなかった、マジでマジで。それじゃあアンパンとかどうすかね。はい、いただきます。ほいほい。どうすか。まあまあかまあまあなのか。くっ、じゃあまあ、お風呂セット、大人スプレー、オルゴール。さあ、これで気持ちを落ち着けて。もうニッコニコやね、大丈夫。もう自分のフィギュア穏やかな気持ちになりますね。落ち着いた。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。ってことはゼロさんと誰なんだ。
喧嘩をしているのは。だって私、クイーンが喧嘩してるのがゼロさんかと思ったけんね。全然違った。まさかの初雪さん出てきたし。この間はごめんなさい。お、どうだ、許して、開けて。仲直りして。こちらこそごめんなさい。およかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。ほいほい。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。あったんの失敗話がおかしくって笑っちゃいました。その内容を教えてください。気になります。それだけ言われるとめちゃくちゃ気になります。ここでゼロさんの喧嘩相手は、まあ、お出かけ中か、家、結婚してる人ってことかな。はい、仲直りをしましょう。きっちりと。爆発しとる。どうした？ほのかと喧嘩しました。ほのかちゃん。腹が立ちました。なるほど。ってことは家におるってことやね、きっと。仲直りして。じゃあ、このイライラを沈めてください。ゼロさん結構なんか食べとるな。はい、それじゃあ。ガトーショコラ。待って、なんか好物あった？ないね、ないっすね。はい、それじゃあガトーショコラでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。うんうんうん。仲直りしてこようと思います。もう好物3位に入ってるやん、ガトーショコラ。いいね。さあ、きっちりと仲直りをしてください。ほのかちゃん、こんなハッピーな場所に住んどるのにね。結婚式場という。この間はごめんなさい。さあ、どうだ？こちらこそごめんなさい。おお、よかった。3組ともちゃんと、3組？ 3 組やった？ 3 組よね。3組ともちゃんと仲直りができたね。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。ユーマは私の心からの親友です。心の友とかいて親友やね、きっと。かけがえのない人。うんうん。ほら、はるちゃんも大満足やし、いい感じ。元恋人あさみさん、傷が癒えてきた。まだ癒えてなかったの？まだ癒えきってはいないの？いや、大丈夫よ。そんなの気にせんでも、もうね、ちゃんとはるちゃんという奥さんがいるから。さあ、それじゃあ、あいなちゃん入ります。いや、いつ見てもあったかそうな部屋で遊びましょう、遊びましょう。そうね、あいなちゃんは最近ちょっとゴッドさんと付き合い始めて幸せなところやけんね。はい、キャッチ。見事咲いてもキャッチできればあなたのものを床に落としたら失敗です。はい、スタート。ダイヤモンド落とすわけには。ああ、落とした。もう一回だけですよ。はい、来てくださいまし。行きますよ。来い。3 2 1。今度こそ行きますよ。実はここだけの話。来い来い。リボちゃんが好きな人って失敗。ああ、くそー。ちょっと流行る気持ちが抑えられず。残念でしたね。2回とも早かった。くそー。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。いつまでも旬と友達でいたいです。うんうんうん。それはね、もう恋人ができても大事なことだからね、友達というのは。はい、それじゃあお刺身でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。さあ、それじゃあ一軒家の方に行って、バレー始めた。一軒家の方に行ってちょっと子供たちの様子を見に行こうか。住宅地。さあ、今回新しく、お、いいねいいね。喜びよる喜びよる。もうミルクの時間終わったんかな。急に泣き出した。大丈夫か。子育て大変そうね。
さあそしてシリちゃん、ちょなんか大丈夫かな大丈夫かな。一応なんか平和そうではあるけれど、キングの格好が、いやここもだな。あ、なんかめっちゃ寝ようってことない今子供サナホロちゃん、てかさっきなんか子供の口もめっちゃ動きよってんやけど、あら喋りよる、すごい。お、絵本の読み聞かせいいやん、めっちゃいいやん。ちょっと寝そうやけど、あきゆんくん。へえー、ああいう感じのもあるのね。そしてここは子供が元気に走っているけれど、なんかすごいあれやね、ガランとした庭やね。もうちょっと何かしらあっていいんじゃない。なんか植物も寂しいしん、そしてあと子供は、子供はもういないのか、こんだけかな。オッケーオッケー。あ、一応ちゃんとあれやね、よし埋まってるね、ちゃんと間が空くことなくはい、ということで、はい、それじゃあふなさん入ります。遊んでください、遊ぼう遊ぼう。一人で絵合わせ、2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。はい、スタート。そっか、私だけか私一人か。ヨーグルトです、くヨーグルト横か、ルビーのペンダントです、当たり、横だった。わかめです、わかめちゃん、チロです、うー違う、こっちか、真珠です、お全然違うぞ、当たり、わかめです、わかめちゃん、当たり、ここはヨーグルトです、お、こっち、当たり、ここはリドルです、あ、もういけるね、オッケー、ヒガヤです、当たり、オッケー、今回多少余裕があった。ございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中間で。お宝、ガラスの靴をもらいました。ありがとう。明日のためにもう少し頑張りましょう。明日のために、明日楽をするために的な。はい、それじゃあちょっとみんなに募金を募ります。ミネットさんは相変わらずドグーマンなんだな。ドグーマンってドギーマンみたいじゃない、ちょっと思ってないけど今日は 27,100 円集まりました、ありがとう。はい、そしてミーニュース見てこう。3時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。アユナジナで気球ごとガスイベントが行われました。これはどれぐらいのサイズの気球なんやろうね。たくさんの気球が飛ばされ、だってミーが乗る、一人で乗るサイズってことやろ、めっちゃ小さいやんね、絶対超かわいいわ私気球乗ったことないんやけど楽しいかな。え、でもなんかね、飛行機以上に怖くない。飛行機を怖いとは思ったことないんやけどさ、え、だってなんかね、パンって鳥とかにぶつかって割れたら終わりな感じがすごくしてしまうんだけど、どうなんやろうね、ああいうの。ありがとう。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ことで、まあ、またこの島にもね、赤ちゃんラッシュがやってきて、あれだよね、またハートラッシュがやってきてほしいんだけどなと思う。これから子供たちの成長がまた楽しみやね。